はい、こんにちは。メタモン先生です。はい、では今日は、ちょっとね、カメラまた暗めなんですけど、すいません。はい。で、今日は、ちょっとね、以前、カービィの作品を出したら、結構、カービィ、かわいいとかカービィ好きですっていう声があったので、今回はカービィの、粘土作品などを、まあ、粘土じゃないのもあるかもしれないんですけど、粘土作品を紹介していきたいと思います。はい。ではね、まずこんな、ちょっとね、こういうところで、はい。すごいね、ちっちゃい机なんですけど、私ここでよくね、写真撮ったりとか、写真撮ったりというか、なんかツイッターに上げる写真とかね、撮ったりしてるんですけど、まあね、今ここの机の上をね、全部ね、入ったというか、全部きれいにしたっていう状態です。では、紹介していきます。結構ね、いっぱいあるんですけど、で、私、ほとんど、袋にね、入れてしまってて、ちょっとね、見づらいかもしれないんですけど、すいません。はい、では、まずね、こちらですね。はい。で、こちらは、ローソンのカービィの飲み物を、作りました。こんな感じで、多分本当6種類あって、シークレットのマドロディがいたかなと思います。で、ストローの色も、ほとんど、これはちょっと被ってるんですけど、違う感じです。でね、表情も微妙に全部違うので、こんな感じになっています。はい。これはね、もう、ホコリがついちゃうので、こういう、透明な袋に入れちゃってます。はい。これと、あとは、なんか結構いっぱいありすぎて、あれなんですけど、じゃん。こちらの、カービィバッグですね。こんな感じ。はい。これはね、2つ作りました。これね、ここに、100均で売っているチェーンをつけて、こういう風に、なんかね、まあバッグみたいな感じです。はい。これも、こんな感じで。でね、私の作り方は大体、目とかは樹脂粘土で作らないで、絵の具で描いちゃってるんですけど、だからね、樹脂粘土で作るとね、結構難しくて、私はね、もう描く方が楽だと思ってるので、描いちゃいました。はい。これを2つ作ったのと、はい。あとはこちらです。こちらはちょっとね、カービィと、あと、マリオに出てくる、テレサちゃん、テレサっていうお化けのキャラクターですね。こちらを作りました。こんな感じですね。一応テレサちゃんの、王冠を被ってるカービィです。はい。下も立体的に作りました。でね、一応毎回こういうチェーンとかつけてるんですけど、なんかこれに合わせられるような、こういう、100均で、ほとんどね、もう100均なんで、100均のね、パーツを私はつけています。で、こちらはちょっと表情が違う感じになっています。なんか多分これ照れてるんだと思います。照れてるのと、カービィがめちゃめちゃほっぺが真っ赤、なんかいじめてるみたいに見えるなってめちゃめちゃ作って思ったんですけど、こんな感じです。はい、では続いてはじゃん、こちらです。こちらはちょっと向きがあれなんですけど、これもカービィちゃんのグッズの、こういうグッズ、デザインのグッズが発売されてました。この川崎、はい。川崎さんとの雪だるまと、このカービィちゃんが、雪だるまというか、雪をね、転がしてるような表情ですね。で、わかりづらいんですけど、目にはね、ちょっと、ラメを入れています。で、上はね、ちょっと、これコンペイトなんですけど、雪っぽく、はい、してみました。で、こちらも同じようなデザインのやつで、ワドちゃんと、この雪だるまですね。で、ワドちゃんも目が少しラメを入れてキラキラにしてみました。こんな感じです。はい。じゃあ続いては、結構ほんといっぱいあるんですよね。
じゃん。こちらは、去年のクリスマスにちょっと出したものになります。これは、カービィちゃんの、チュッパチャップスっぽい、クリスマスバージョンです。はい。はい。でね、これね、わからなかった人とかもいると思うんですけど、実はここにね、線が入っていて、チュッパチャップスをイメージしました。でね、最初はクリスマス風にしようと思っていたわけじゃないんですけど、なんかね、作っていくうちに、なんかとっても頭が寂しかったので、ちょうどね、クリスマス季節にもなってきてたので、このように、樹脂粘土で、帽子を作りました。それで、まあ一応、このね、この棒も、さっきのこの、これの時のストローと使ったやつで、これはね、多分キャンドゥで売ってた超ちっちゃいミニサイズの、ストローです。なんか、ヤクルトとかを飲む時のストローらしいです。これがね、めっちゃカラフルで、動画でも紹介したと思うんですけど、たくさん入っててめちゃめちゃおすすめです。キャンドゥで売ってました。で、他の100均でも売ってるかもしれないんですけど。こんな感じです。あとリボンもつけて。で、後ろもね、いろいろ考えた結果、このマステで、ピンクのキラキラマステを入れた袋をつけてみました。こんな感じです。はい、では続いては、あれ？ちょっとね、一個見渡らないんですけど、じゃん、これですね。ちょっと待ってくださいね。ありました。じゃん、こちらです。はい。これは、めっちゃいっぱいあってわかりづらいです。これは、これもね、去年出たやつかな。カービィちゃんの、多分ガチャガチャなんですけど、これ、もう、こんな感じのデザインがありまして、すごい可愛かったので、作ってみました。はい。でね、本当のやつよりね、目がめちゃめちゃ、キラキラと見えてます。で、目はね、レジンで作って、で、周りは粘土で作りました。こんな感じです。で、私ほとんどね、カービィちゃんのもの作ってるんですけど、なんか、買ったりって全然しなくて、はい。もともとなんか好きで、ゲームセンターの UFO キャッチャーとかやるくらいで、あと本当にあんま買ったことなかったんですけど、なので、なんか欲しいなって思ったものとかは結構、なんか作ってみちゃったりするんですけど、はい。こんな感じです。でね、これちょっとね、公式と微妙に違くて、足がこんな感じじゃなかった。たりとか手がね、ちょっとこんな感じじゃなかったやつですけど、なんかね、作っててちょっと難しかったので、ちょっと微妙にデザインが変わってます。はい。ロコたちと、あとは、でもね、ほんといっぱいあって、大変なんです。大変というか、すごい大量にあります。次は、こちらですね。はい。こちらも、プププマーケットっていうのが多分あると思うんですけど、そちらの、デザインを、真似させてもらったというか、そちらのデザインで作ったものです。で、これは、なんかバッグの中にカービィちゃんがひょっこり出てる感じになっていて、で、一応二つ作って、ちょっと大きいのと小さいので、カービィと、K のハートって書いてあります。はい、この K はね、カービィちゃんの K です。こんな感じですね。これは特に、加工などはしませんでした。はい。こんな感じです。ではね、今回は、このぐらいの量を、はい。もっとね、めちゃめちゃいっぱい実はあって。で、私は、樹脂粘土で作る作品、もね、めちゃめちゃ作ってるんですけど、なんかね、本当にいろいろあって、本当にいろいろ作ってるんですよね。なんか私こういう可愛いのもめちゃめちゃ好きなんですよね。好きで、もうカービィちゃん本当に可愛くて、めっちゃいっぱい作ってツイッターとかにあげてるんですけど、ちょっとね、ホラーとかも結構好きで、で、ホラーとかの、なんかフィギュア、ちょっと言いづらいんですけど、フィギュアとフィギュアも、作っています。
て、多分ね、そういうのは多分見たいっていう人多分いないと思うので、多分紹介しないんですけど、もし、そういうのも見たいっていう人いたら、言ってくれると嬉しいです。多分ね、怖いのは多分みんな嫌いだと思うんで、あれなんですけど、なんかね、怖いと言っても、なんか結構、ET とか、なんかスターウォーズとか、なんかああいう系の、あと、ギズモとか、ファービーとか、ああいう系もすごく好きで、怖いのとかだと、なんかピエロの怖いやつとか、あと、なんかビリーっていう、なんかまあちょっとマニアックになっちゃうんですけど、そういうのとかもすごく好きで作っています。なんでね、それもね、合間にちょこちょこ作ってて、それも見たいなとかいう方いたら、はい、教えてくれたら紹介したいなと思います。まあ別にね、そんな、わざわざあれすることもないんですけど、今回はね、カービィちゃん好きな方が結構いるみたいだったので、最近作った私のカービィちゃんの10周年度作品を紹介しました。はい。今度はまたね、違う形の動画で、カービィちゃんの10周年度の作り方とか、まあいろいろ、そういうのも出そうかなと思っていますので、よかったらまた見に来てくれると嬉しいです。はい。ではね、また次の動画でお会いしましょう。あとね、この動画もしかしたらコメントオフになっちゃってるかもしれないんですけど、よかったらコメント、感想などくれると嬉しいです。はい。では今日も最後まで見てくれてありがとうございました。バイバーイ。